こんにちは、トグです。今日はテーブルトップシミュレーターでアウフフォトサファリインオンバガッサ紹介をお届けしたいと思います。はい、それではですね、フォトサファリについて説明していきたいと思います。まあね、このフォトサファリ、このゲームを紹介する日がまさか来るとは思わなかったっていう感じではあるんですけども、まあ、このゲームね、まあ、このイラスト見てもね、こう動物が、まあ、こうキリンとかゾウとかね、写ってる写真が、まあ、ありますけども、これなんか金色のやつがね、あったりしますけど、やっぱこれこの動物たち見てくださいよ、これ。やっぱこの写真見て心躍るというかね、やっぱこれすごい綺麗ですよね、このコマたちね、躍動するコマたちっていうのがありましたけども、エディションパル、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、ドイツのですね、ゲームで、まあ、ラインホルト・ウィティヒさんっていうデザイナーの、まあ、作品ですね。まあね、このゲームっていうか、この会社、パルフーンっていうのかなっていうところの、この筒のゲームいっぱい出してる会社なんですよね。で、結構独創的なゲームをいろいろ出したりしてて、マニアというか、こうレアゲームとかを集める人には、まあ、有名な会社なのかなというふうには思ってます。なんでこのゲームをやろうと思ったかっていうことなんですけど、まあ、このゲーム入手難というか、僕が関西にいた時に当時 MMG っていうね、伝説のゲーム会があったと思うんですけど、まあ、そこに来てる人が確か持ってたんじゃないかなと、記憶が正しければ、非常にね、高値で取引されてるこうゲームだったんですよね。で、私も eBay とかでは、まあ、買えなかった。ずっと探してる、ゲームではあるんですけど、まあ、このゲームがですね、最近テーブルトップシミュレーターに上がったんですよね。で、メーカーの許可も得たよみたいな、そんな話だったんで、でも早速やってみることにしました。フォトサファリの方を説明していきたいと思いますけど、まあ、こんな感じでね、テーブルトップシミュレーター上でこのフォトサファリが再現できていると、まあ、どっかのこの河原みたいなところの背景になってますけどね、はい。で、まあ、ボードはこんな感じですと。このゲームはですね、どんなゲームかっていうと、この動物がいろいろいるんですけど、まあ、ここが、水飲み場になってまして、動物はここで、水を飲んでるわけですね。で、各プレイヤーは車に乗ってるんですけど、まあ、車に、まあ、乗客が何人かいまして、で、この車がこう回ってるわけですよ、ね、周りを。で、この写真を荷台っていうか、この上に乗ってる人たちね、人間が乗ってるんですけど、この人たちがちょうどこう見える場所、水飲み場の見えるところと見えないところっていうのがこう一応分かるようになっていて、移動してこう見えるところがシャッターチャンスなわけですね。で、ここでこう動物、いろんな動物がいるんだけども、この動物の写真をここからパシャッと撮るんですね。フォトカードっていうのがあって、フォトカードに書かれた動物の写真を先に撮った人が勝ちっていうゲームになります。一応ゲームの流れを順番に説明していくと、まあ、一番初め各プレイヤーが各色、まあ、これ6人プレイ想定の形になってますけども、まあ、一番初めまずセットアップですね。セットアップで各プレイヤーのトラックに自分の棒、自分の仲間でいいと思うんですけどね、が1人乗ってます。で、各プレイヤーはまあ適当に順番決めてですね、1個は自分のトラックに乗せるんですけど、残りのこの2人はこの自分以外のこのトラックに乗せるんですね。まあ例えばこことか、まあ、まあこんな感じですね。こんな感じで、自分のが1本と、それ以外のプレイヤーの棒が乗る形で、まず初めにセットアップをします。まあこれ正直何の手がかりもない、まあ適当に決めます。で、その後ですね、この動物がキリンとラクダとカバとゾウですね、まあ4種類いるんですけど、これをですね、まあ置いていくんです。水飲み場のとこに置いてきます。で、これも特に情報ないんで、もう適当に各プレイヤーが順番にどれか任意の動物を任意の水飲み場に置くと。で、まあ次のプレイヤーがまあこんな感じで、で、順番に置いていきます。これ別に同じところに置いてもいいですし、と違うところに置いてもいいですが、1個の水飲み場には5頭までっていう制限があります。だからその範囲内で別に同じ動物が何頭いてもいいし、まあまあそんな感じでこう全部の動物をセットアップして、それからゲーム開始になります。まあここはちょっと適当に置きますけどね。まあ、こんな感じで、まあ、順番に置いていくわけですわ。こんな感じでね。感じで、まあ、置いていってゲームスタート。
になります。でこの後各プレイヤーにフォトカードっていうのが配られます。でオリジナルルールですと、まあ、全部で70枚あるんですけど、まずこれプレイヤー人数分均等に配ります。例えば6人プレイだと11枚ずつ配られて、4枚残ったのはもう使いませんと。でその11枚配られたうちにそこから7枚好きなカードを選びますなってるんですけど、まあその7枚っていうのは一応あの何て言うんでしょう、推奨ルールというかね、まあ、7枚って言ってるけども、短時間ゲームにしたかったら5枚でいいよと、で長時間やりたかったら9枚でもいいよみたいな。どうなんでしょうね、あの現代風だとドラフトじゃないですかねこれ、まあ、7枚ドラフトっていうのがいいんじゃないかなと。でちなみにどんなカードかっていうと、まあこれ単純なんですけどね、こんな感じでこうキリンキリンキリンゾウとかっていう風に書いているカードがまあありますと。こんな感じで各プレイヤーにこのカードがまあまあドラフトならドラフトで選びますと。で選んだ後他人には知られないように持っときます。先にあれですね、ごめんなさい、先に車を置いとくんですね。先に各プレイヤーはどっか先に車ですよね、一番初めこの荷物乗っけた後に車配置するんですね。この車配置するときにはこの水飲み場、この見えるところ、水飲み場が見えるところには置いたらダメってなってます。で必ずこう向きをどっち向きかっていうのは決めとかないといけないようなので、例えばこういうとこに置くんだったらこうとかね、向きを明確にしておく必要があるみたいですね。でまあこんな感じでこうみんなね決めとくようです。まあまあこれもあれですけど、みんな置いてスタートすると。で同じマスは2人まで入れます。その状況は別にブロックにはならないので、通り抜けできます。まあこれがスタートですね。で、このゲームですね、どうしていくかっていうと、もうなんとなく感づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、各プレイヤーは手番にダイス打っていくんですね。ダイスを。まず1ですね。1が出た時は、純粋に動物が一歩移動です。で動物は、水飲み場しか移動できず、この隣り合った水飲み場しか移動できません。1頭、一歩移動です。次はダイス目の2ですけども、2は1頭2歩移動か2頭1歩移動か、要は、2移動力分あるわけですね。で1個の動物がブブッと2歩移動するか、どれから1頭ピュッ、どれか1頭ピュッみたいなねっていう、まあ2歩まで移動できる、もしくは2移動力を、まあ、複数の動物で分散できるっていうルールですね。で 3も似たようなもんで、3は3歩まで移動できます。3歩まで移動できるんだけど、車でもいいですね、動物でもいいし車でもいいので、3歩まで移動できると。ただ動物だけはですね、3歩移動っていうのはできないみたいですね。なので、2歩移動までのようです。まあ、その縛りをね入れてる理由っていうのがいまいちよくわかんないんだけど、2歩移動までと、まあ、3歩移動できるとこう左に行っても右に行ってもどこでも行けてしまうっていうのを制限してるのかもしれないんですけどね、まあ、2歩移動までと。だからあの別に何かの動物が2歩、何かの動物が1歩っていうのはいいんだけども、1頭が3つグオーッと移動するのを制限してるみたいですね。がまあ車の移動、これはあのコンビネーションでもいいです、車2歩と動物1歩とかね、はい、4、5、6っていうのはそれぞれもダイス目に応じて移動なんですけど、これはもう車のみです。車が4歩ブッ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 とかね、車が4歩移動っていうことになっています。で、車を移動するときのルールなんですけど、車は基本的にその向いてる方向ですね、に移動します。1、2、3、4とかね。で、1回だけ方向転換はできます。1、2。で、方向転換したかったら3で1移動力を使うんですね。3で方向転換して4みたいな。これちょっとあの、荷物バラバラになってますけど。1、2、3、4っていうのね、はい、出かければ方向転換できるっていうことになっています。で車は同じマスは2台まで入れます。ここに3台は止まれません。ただ通過はできますっていうルールですね。でどうすればカードを使えるかっていうことなんですが、ゲーマー初心ならピーンときたかもしれないんですけども、まあ、簡単に言うとエクスペディションですね。これはなので手番関係なく誰かの手番でいいんですが、この移動してきた時に、こう移動中にです、ね、移動完了じゃなくても移動中でいいんですけど、こう移動中にこの自分のカードの動物の組み合わせがそこの水飲み場にいた場合、例えばここにキリンキリンキリンゾウとかっていたら、キリンキリンキリンゾウ、これあの余分がいてもいいようですね。キリンキリンキリンゾウがいますよね。でこのここを車がピューっと通ったら、そこでちょっと待った、まあちょっと待った言わなくてもいいと思うんだけども、じゃあなんかね、クリックって言えっ
って言ってるみたいなんで、まあ、クリックって言って撮影できる。はい、これ私撮りましたっていうのができます。まあ、そういう、はい、ルールですね。で、公開できると。先に全部公開したら勝ち。まあ、そういうゲームですね。で、まあ、次のプレイヤーが、ダイス振るまでだったらいいみたいなんで、これがビューっと高速で行ったとしても、おいおい、ちょっと待って、ちょっと待ってと。別にそれは、こう、過ぎた瞬間に、はい、ダメーっていうことはないようなんで、別にそこまでシビアじゃないと思うんだけども、まあ、要は、この自分のカードの組み合わせになるように、動物をうまいこと移動させて、手番プレイヤーの車じゃないとダメみたいですね。手番プレイヤーの車で撮影、まあそこが止まってても動いててもいいんだけども、手番プレイヤーの車にその動物がいた時にパシャッと一応撮れるということになってるようです。エクスペディションの原型みたいな感じになるかなと思うんですけどね。メーカーのサイトもちょっと紹介しておきたいと思うんですけど、まあこのエディションパルフーンですかね、なんですが、まあここにね、モアザン100ゲームワズパブリッシュドエディションパルフーンで、そのほとんどが、ラインホールとウィティヒさんによるゲームですよっていう風に書かれていて、ゲームはほとんどアウトオブストックだみたいなのは書かれてるんですけどね。だからなかなか、まあ、そもそも日本に輸入されてないし、まあ、入手もしづらいゲームではありますね。まあ、いくつかはね、まだなんかここのリストにあるようなことは書いてますがね、どうすかね、これまだ残ってるのか、まあ、ある程度あるのかもしれませんが、まあ、こういったのがこのサイトには出てますね。まあ、ご興味があれば見ていただければと思います。で、まあね、どうしてもこのゲーム、この、ウィティヒさんっていうと思い出すことがありまして、まずこっちからいきますか。これはウィティヒさんを好きな方のホームページがあるんですけどね。まあ結構そこに詳細に記事があるんですよ。ここのゲームに触れて電流が走りましたみたいな感じでね、いろんな入手されてるゲームについてレポートされてるんですよね。このウィティさんの情報ってほとんどないんでね、ここで紹介されてる内容っていうのは結構参考になるんじゃないかなと思いますし、私のホームページのこともなんか書かれてたりするんですよね。アトグワールドで和訳がありますみたいな、ルックインとかですかね、ルックインの和訳はアトグワールドにとかって書かれてたりね、これもそうですね。このヨットもそうです。で、確かね、ワバンティだったかな。ワバンティで、お前ルール間違ってるぜ、みたいなのも、確か、そうそう、確かこれなんですよね。アトグシのルールが最も的確だと思うけども、このルールがないぜ、みたいな。すいませんね。私ね、このゲーム買って、なんかすぐ手放しちゃったんですよね、これね。なので、ちょっとその辺の事実確認ももうできずに、ちょっと放置プレイになって、はい、すいませんけども。はい、なのも書かれたりして、結構ね、細かく書いてるんですよ、これ。なので、一度、これ欲しいんですよね、このピラーテンビリヤードってやつね。これも、すごくこう、そそられますよね、これね。こういう独創的です。他なかなかないですよね、こんなゲーム。このルックインっていうのもなかなかいいゲームでしたね。物理的にね、覗き見れれば OK なんてね、そんなルールなかなかないですよね。この独創さがいいですね。これもなんか面白そうですよね。うん。ってな感じで、こう、見てて飽きない感じの。ね、この、まあ、これは結構有名だったりするのかな。でもこのダイス、これやったことないですけどね、これ。はい。まあっていうようなのが、はい、紹介されたりしてます。で、このウィティヒさんですけど、ウィティヒさんのね、これ、写真、これが写真、はい、色紙なんですけど、これ、まあ、とある方からいただいたんですけど、エッセンで、と直接お会いして、でこれそのサイン色紙私にもらってきてくれたんですね。まあ私がここのゲームいろいろ集めてて、でそのゲームその方と何回かプレイさせてもらったってことを覚えていてくれてましてね、私のためにですね、エッセンでまあいろんなゲーム見たり買ってきたりしてくれる中でね、色紙をサイン色紙もらってきてくれたっていうのがすごくこう嬉しくて、すごいそれが印象に残ってるんですね。なので、まあね、最近、まあ、その方とちょっとお会いすることもなくて、またね、こういう懐かしいゲーム、またお会いできることがあれば、プレイしたいなと思ってるんですけどもね。まあ、この場をお借りしてね、お礼したい気持ちですけども、はい、まあ、その思いがね、このウィティヒさんっていうと、まずあるんですよね。だから、ウィティヒさんのゲームを紹介できるっていうのはね、まあ、今回、このアトクチャンネルでも初めてなので、まあ、そのことも触れさせていただきました。いかがだったでしょうか。まあ、このゲームね、最近っていうか、こういうゲームを紹介するようなね、チャンネルは、まあ、多分他にはないだろうな、っていうことも思いますし、まあ、こういうゲームがあるっていうことも知ってもらいたいですしね、最新ゲームをやるのもいいんだけども、こういう懐かしいね、昔のゲームやってみるのもいいかなと思いますし、まあ、なかなか入手は難しいと思うんですけどね、まあ、どっか、ヤフオクでも、
まあ eBay でもいいんだけども、そういうところで見かけたらね、お、前アトクチャンネルで言ってたやつだなっていうふうに思っていただければいいのかなと思いまして、今回の紹介はこれで以上としたいと思います。テーブルトップシミュレーターね、まあ、今回初めて取り上げたんですけど、まあ、やっぱり数かなりありますね。知らなかったですけどね。なので、テーブルトップシミュレーターのゲームっていうのも、まあ、今後機を見てね、まあ、紹介していければというふうには思います。はい、以上でした。こんな感じでね、いつも、ゲーム紹介、やプレイ動画を上げてるんですけども、その柱の中にねレアゲーム紹介とかっていうのもね柱の一つとして、まあ、やっていければなというふうには思うので、まあ、引き続き応援お願いします。で、できればまだの方はですねチャンネル登録、そしてよかったと思われた方はいいねボタンの方よろしくお願いします。はい、それでは。